ばんは、ご無沙汰しております、約2週間3週間、ぐらい経ってしまいましたが、皆さん元気にお過ごしでしょうか。今日はですね、本当は最近の、お気に入りをやろうと思ったんですけども、先日久しぶりにアイハーブでお買い物したので、そちらのご紹介をしたいと思います。はい、そういったわけで久しぶりな今日は、アイハーブでのお買い物こちらですね。はい、久しぶりな感じですね。いつもだいたい買うときは、そうですね、3000円いくかいかないかで控えているんですけども、今回はちょっと多めに買ってみました。一つ一つ紹介します。で、食べてしまったんですが、ちょっとこちらのチェダーチーズの、ポテトチップスです。この種類は結構いろんなものがあるみたいなんですけども、私チーズが好きなので、はい、買ってみたですが、最初食べた一口目の印象はですね、しょっぱいでしたね。でも食べ進めていくとチーズの味が結構パンチが強いです。でもリピートするかしないかって言われたらちょっと迷いどころなぐらい味がしょっぱいんですけど、他のシリーズも結構美味しいとは聞くので、ちょっとまた試してみたいなとは思いますが、このチェダーチーズはちょっとしょっぱくて私には、でも味は美味しいです。すごくチーズが効いていて、なのでリピートするかしないかちょっと迷い中なんですが、結構まあ味が濃いめが好きな方とかチーズが好きな方はおすすめだと思います。今のは開けて食べたんですけど、これからはちょっと開けてないです。買ったまんま紹介します。ローズヒップオイルです。これランキングに確か6位ぐらいで入っていたものなんですけど、ここのところ春になってきてですね、肌荒れがちょっとひどくなっちゃいまして、粉フックぐらいになってたんで、ちょっとオイルがいいって聞くのでちょっと取り入れてみようと思ってこちら購入してみました。スキンケアの最初お風呂入って最初につけるか、拭き取り化粧水のと化粧水の後ぐらいにつけるか、どっちかで取り入れてみたいと思っております。こちらのアライブの、ビタミンがいっぱい入ったものですね。はい、価格が1800、まあ、2000しない方のアライブを買ってみました。肌荒れをさっきも言ったんですけどしていたので、ビタミンも取らなきゃなと思ったのがきっかけでちょっとこれを買ってみたんですけど、はい、アライブの結構お高めなやつはすごい評判がいい感じなので、こちらもいいと思うのでちょっと、はい、ビタミンを取るためにこれを飲んでみようかなと思って買いました。こういうこのぐらいの瓶の生姜のパウダーですね、こちらを買ってみました。なんか思ったよりちっちゃかったですけど、はい、これ生姜パウダーはお料理にいろいろ使えたりするので、これのガーリックのやつとかあとバジルとかいろいろあるみたいなんですけど、お試しでね、これキッチンに置いてても可愛いなと思うのでこちらを使っていきたいと思います。はい、エルフのこのリップの SPF15 入ったリップクリーム、リップバームのものです。こちらの色はこんな感じでピンクの色なんですけど、こちらなんかすごい良さそうに見えたのでちょっと買ってみました。これを口紅代わりに使うのもいいなと思いまして買ってみました。お色はですね、こんなすごいピンクなんですけど、こんな感じな、
わからないですね。はい、じゃあ結構発色しますね。こんな感じで、はい、可愛い色だと思います。これは持ち歩きにもいいですよね。はい、それでモコこのシリーズの違うものを買ったんですが、でもこれもエルフっては書いて、はい、あるんですけど、これもそうなんですけど、そうなんだと思われますが、ちょっと開けてみます。なんかリップティントって書いてあるんで、ちょっとパッケージが、はい、違いますね。間違えて買ったのか向こうの間違いなのかちょっとわからないんですけど、まあでもそう同じ感じな、こんなちょっとベージュオレンジみたいなお色です。はい、こんな感じで上ですねな感じな色ですね。はい、こちらも買ってみました。はい、なかなかこうリップ商品って私買う機会があまりないのですけど、これちょっと見た時に可愛いなと思いまして買ってみました。アイハーブはやっぱり、安くていいなって思います。なかなかね、クレジットカードを持ってない人が買い物をするとですね、結構1200円とか送料がかかってしまうんですけど、今だと送料が安くなっていたのでちょっと頼んでみたんですけど、5000円近く買うとですね450円ぐらいの送料だったんですけど、ご覧の通りこれでは5000円はいかないんで、まあ、900円はかかってしまったのですが、まあ、いつもの、ね、1200円とかよりいいなって思ってちょっと買い物を久々にしてみました。 iPhone にしました。 iPhone 6 Plus に、はい、デビューしました。元はですね、スマホを使い始めた時は iPhone 4から入ったんですけど、その当時はですね iPhone の良さというか、まあ、使い方も分からずちょっと使いづらいなと思って今の Android に変えたんですけど、 Android を使い始めると iPhone の方がいいなとか思っちゃったりして、で2年経ったので、これを機にこちらの iPhone 6のすごいでかい方に買ってみました。はい、これから設定をしたりいろいろするのでちょっと久々なんでわからないですけど、頑張って使いこなしていきたいと思います。はい、そういったわけでですね、今回ちょっと2週間ちょっと空いてしまったのですが、アイハーブのお買い物の動画を、はい、あげました。次回はお気に入りのものをやっていこうかなって思っております。はい、最近いろいろバタバタと過ごしております。週末になるとやっぱり予定が、はい、入ってしまいまして、最近なんか土曜日に2年ぶり3年ぶりとかの再会を果たした方とかですね、そういう、まあ、お約束をしてですね飲み行ったりとか、今日もちょっと食事に行ってきたりとかしたんですけど、はい、こんなね2年3年経っての連絡をくれて、はい、すごい嬉しく思います。はい、そんな感じでちょっと週末の用事はちょっと落ち着くので、動画を上げる頻度がちょっと上がるかなって感じなんですけど、はい、皆さんよかったら待っていてください。はい、そういったわけで今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。